い、皆さんこんにちは、こんばんは、ぬーりよららです。この前インスタのストーリーに、あの現場で恥ずかしい経験したことありますかって言って皆さんに質問しました。じゃあ、ね、いっぱい来たんで、今から皆さん の, あの現場での恥ずかしい出来事を晒し上げたいと思います。私が恥ずかしかった現場での思い出は、ヤフオクドームのオーラスの時に水たまりにキャリーケースごと思いっきりずっこけて、まあ、その時も周りに50人以上おったんかな、に思いっきりみんなパッってこっち見て、めちゃくちゃ恥ずかしかった。中にはリオララちゃんってなった人もおったんやろうな。恥ずかしい。はい、では今から皆さんの恥ずかしい現場での出来事を見ていきたいと思います。すっぴんで参戦して時短の二宮くんに初ファンさんもらったことです。今思えばめっちゃ恥ずかしい。でもね、中学生の時からファンの方とかやっぱり化粧させずに行ったりするやんか。だから私も実際あるし、その思いっきりとすっぴんで前髪ちょんまげして行って、これこそ花道を変わってて、ゆうとくんにお手振りをもらってんけど、もう今思えばめっちゃ恥ずかしいよ。曲中のコールをガンガンに間違えたこと。まあでもこれは割とあるあるなんじゃない？なんかややこしいコールとかあるやんか。ジャンプのビバナインズソウルっていうね、コールがある曲があって、言うと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 ってやつもあれば、言うや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 とかもあんねやんか。もうそんなんもこれあるもん。誰もが通る道よ。うん、気にしたか。花道横で千賀くんが来たから、千賀くんって叫ぼうとしたら、間違えて、パパって叫んでしまった。ちょっと、あのさ、周りの人からしたら、え？千賀くん、隠し子おるん？ってなったんやろな。ライブ中はしゃぎすぎて、握りしめてたうちわを2列前の席まで吹っ飛ばしたこと、みんなに見られた。これも大丈夫。誰もが通る道。ジャニオタならではの。私はそういう経験はないけど、落ちてきた経験なら何回もあるから。足元にゴン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 ってなんか来て、何？と思ったら、後ろら辺の人のペンライトが落ちてきたみたいなあるから、大丈夫。誰もが通る道。親と参戦した時、伊能くんがいいのって聞いた時に、親がおーとか適当に叫んでた。じわるんやけど。いや、伊能くんがなんか楽しんじゃえばいいのみたいな聞いてきたら、ジャンプターンはみんな、オッケーって言うねんな。伊能オッケーでオッケーって言うねんけど、楽しんじゃえばいいの、あー、ダッサ。ダサいけど。思い出はこれも。可愛い量産のコートに値札がついたままだったこと、本当に恥ずかしかった。あか、笑ったらあかんな、ごめんなさい。なんかちょっと、お茶目で可愛いと思っちゃうかもしれん。弟がふざけて書いたガムテープに同担拒否って書いてあるやつを貼ったまま、グッズ列並んでたこと。すっごい根性。男の子、ちっちゃい男の子なんかな。や、からまだなんか、あの子、可愛いなっていう感じで見られるかもしれんけど、私見たな、見た目の人が後ろにでっかくガムテープで、同担拒否って貼って、こうやって歩いてたら、あいつやばーってなんもんな。ディアーコンの時に松葉杖で横割りの周りを歩いてる時に雨で滑りそうになって、お母さんと肩組みながら命がけで横割りの周り歩いて、命がけでコンサート来たみたいになったこと。笑ったらあかんねんけど、ちょっと想像してみたら笑っちゃう。こうやって松葉杖ついて、もう雨にね、濡れちゃうから、一生懸命頑張ってな、バランス取って歩いてるわけよ。ほんで、こう、お母さんがこうやって支えてくれてんかな？で、支えながら、大丈夫、大丈夫、ゆっくり、ゆっくり歩いて、みたいな。横あり、いざ、参ろうみたいな。これちょっと面白いけどな。足が無事ならばよかった。履いていったタイツが見事なまでに伝線しまくってたこと。これも誰もが通る道な気がする。なんかコンサートの時ってストッキングとかタイツとかさ、薄いやつを履いていく人が多いんかな。だからやっぱそういうの伝線しやすいやん。だから私はマジでタイツを現場に履いていく時は予備のタイツも持っていくようにしてる。これ、伝授。うん、伝授。うざ、この顔うざ。銀手に夢中になってしまい、必死の思いで掴んで手を下ろすときに勢いよく前の肩の頭殴った。そうあるねんな。みんなもほんま気をつけてほしい。私はもうそう、ちょっと銀手争奪戦みたいなのがもう怖くて怖くて、なんか何回も怖い思いに巻き込まれちゃってるから、ここ最近は銀手はもう取らないようにしてて、銀手が降ってきても上を見ずにゆうとくんを見るって決めてるんですけど、取りたい気持ちはあるけど、ちょっとほんまにちょっと銀手はちょっと危険なところあるから、ほんまに気をつけてほしい。先生のことお母さんって言ってしまったこと。うん、あの現場関係ないね。アリーナ行く時の階段の段差がすごくてドキドキして早足で行ったら思いっきりこけた。スタンドの間をバーって通って行ってアリーナに入っていくパターンのやつかな。あの階段はマジで気をつけた方がいい。アリーナ当たった時ってさ、スタンドの
間の階段とか降りていったりするやんか。あっこの階段で何回こけたか、あれ。あっこ。なんであんなこけんねやろ。階段ってさ、こう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 やん。もう会場によっちゃ、こう、こう、こう、みたいな。ほんま、こんな階段が、あるから、おうみたいな、いつもなってこけちゃうから、ほんま、あら、ほんま気ぃつけ。ネットもさんと会う約束してて、4回連続で違う人に声かけたこと。このコメントめっちゃ多かった。友達と思って話しかけたら違う子やったみたいな。まあな、服装似てる子もおれば、あんだけ人も集まったら似てる子なんかいっぱいおるからな。仕方ないし、私もあるよ。確か東京ドーム行った時に、ななちゃんっていう友達がおって、ななちゃんやと思って、ななちゃん、今から入るねんけど、席どこやったって聞いてん。ポンポンって後ろ姿、パンポンって、パッて振り返ったら全然違う子。ほんまにすいません、間違えました。すいませんって言ったもん。会場の隅っこでおにぎりをめちゃくちゃ食べてて、通ってる人みんなに引いた目で見られたことです。いや別に食べていいやろ。会場外ってことやな。食べていいやろ。でも、ちょっと気持ちはわからんでもない。私も、なんかもうお腹空きすぎた時とかさ、近くのコンビニ行っておにぎりとか買ってさ、食べてんねやんか、こう座りながらさ、こうやって座りながら食べてたらさ、すっごい視線浴びんねやん。あれ？今、めちゃくちゃ食いしん坊みたいに見えてるんかなみたいな。え、私食いしん坊なんこれとか思いながら、おにぎり食べてる姿めっちゃ恥ずかしいっていう経験はあるよ。わかるわかる。インプットで、インプットアウトプットっていう、平成ジャンプの10周年のね、ライブ。で、感動的なところでみんな泣いてるのに、思い出し笑いをしてしまったこと。集中性。うん、ライブに集中性。思い出し笑いどこでしてんねん。会場入ってアホみたいに興奮して叫んだら、おなら出たこと。あのな、おならお姉さんが、ええこと教えといたるわ。もしな、ライブ中に、ブーってしてしまうとするやん、仮にな。ブーってしてしまったら、え？もう、誰？みたいな顔しといたら大丈夫。変なこと教えてもうた。現場で量産型が多い中、スポーティーコーデで行って、バリ恥ずかしかったことです。だからこのコメントも多かった。メンバーから、ゴリゴリの服で行ったけど、量産型だらけで浮いちゃって恥ずかしかったですっていうコメントあったけど、マジで、量産型がね、確かに多いかも。知らへんけど、でもだからって自分も量産型に合わせななんか思わん方がいいよ。もうほんま自分が好きな格好で行った方がいい。だからもう全然恥ずかしいことじゃないし、そこはもう自信持ってほしいな。めっちゃ静かな時にくしゃみと一緒におならが出てしまったことです。くしゃみとおなら単品ずつならまだしも、2つのダブルパンチはえげついな。みんなが叫ばなかったところで興奮しすぎて叫んでしまったら、まさかの DVD に残ってしまった。 DVD に残ったのはえげついけど、でもなんかわかるねんな、これ。私もなんでここみんな叫べへんねやろっていうとこが何個もあって、パレードやったら確か、ミラワン前かな、そうミラワン前に一人一人なんか映し出されるやんか、ミラワン前の映像スクリーンに。めっちゃあんな、めちゃめちゃ男前やん、叫ぶもんやろうなと思ってたけど、一人目二人目三人目、ゆうとくん8番目やってラストやってんけど、ちょごめんな、めっちゃ早口。え、なんでみんな叫べへんねやろと思ってパッてゆうとくん見たら、かっこええと思ったけど、ここ多分叫んであかんとこなんやな、黙っとこうってなったもん。うん、これなんで叫べへんねやろなってとこある。最前入った時、本人出てきたって勘違いしているって叫んじゃって、周囲をざわつかせてしまった。なんちゅうことしてんねん。おるけど、たまーにおるや。そういう、おるおるおる。まだ始まってない、まあ、開演、まあ、5分前とかにさ、こう、みんながさ、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプって言ってるときさ、やーってさ、なんか聞こえんねん、たまに。なんで叫んでるかは分かれへんで。なんか友達が席近くて、やー近いって叫んでる子かも知らへんし。いいけど、オタクからしたら、えおる出てきたってなる。それは、やってはいけないことです。はい。うん。で、結局、本人じゃなかったですってなった時、なんやねんってなるやつな、あれ。なにわ男子のライブ中に客席降りて、道枝来たから、腰抜かして足ガクガクで、帰りの階段で捻挫しました。なんか、めっちゃ近かった、距離が近かった公演とか、ファンサもらった日の公演後ってさ、もうなんか頭真っ白やん。退場して、電車乗るぐらいまで、いや、ホテル着くぐらいまでかな。ずっともう放心状態。だからわかる。もう、魂ないねん、もう。わかるよ。顔真似さんと本人を間違えたことです、やって。まあ、確かにおるよな。めっちゃ似てるやん、みたいな人おるけど。平成ジャンプ本人がコンサート始まる前に会場の周りで、あ、どうも。山田涼介ですって現れるわけがないから。時短にファンさせてもらった時の私の顔が絶対ブサイクだったこと。うん、わかる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 。この世界で一番大好きな時短がさ、目の前におってさ、こうやって、こんな顔してられるわけないよ、こうやって。ゆうとくん、ファンさせてください。
お願いしますみたいな、無理やん、こっち、これ、これって誰だってなるから誰だってなるから、大丈夫大丈夫大丈夫、みんな、みんなそう。公演中にお腹が鳴りました。もうな、ほんまにわかるわ。お腹めっちゃさ、 MC 中とかって静かに、 MC 中とかにバーってなるときあんもん。だからほんまに、さっき言ったよ、会場外でさ、おにぎり食べてたら目立ちましたって言ってた子おるけど、もうマジでみんな食べよう、おにぎり。これからさ、みんなでおにぎり食べよう、握っていこうか、うん、なんか公演中にやっぱお腹減った、なんか考えたくないやん、コンサートに集中したいやん、お腹マジ満たしといた方がいい。 QR コード読み取ってもらうときに間違って LINE の QR コード開いちゃいました。そんなことある？なんで LINE の QR で、はい、アリーナどうぞってなんねん参戦でアリーナやってずっと号泣してたら、有岡くんに笑いながら大丈夫って聞かれました。めっちゃいいやん、こんなん恥ずかしいことって思わんでいい、もう自慢やで、これは。はい、じゃあこんなもんにしとこうかな、まあ、まだまだいっぱい来てたから、またパート2もねすぐやるので、そちらも見てください。なんかちょっと面白いやつもあれば、マジみたいな、めっちゃびっくりするやつもあったし、楽しかったです、見るの。はい、ということでね、本日も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画がいいと思ったら高評価、良くないと思ったら低評価、チャンネル登録しない方はチャンネル登録お願いします。以上、リオララでした。バイバーイ。